にちは、泉ひなです。今日はですね、佐藤あゆみちゃんとのコラボになります。すいません、はい、久しぶりのコラボなんですけれどもなんと今日はじゃじゃーん、こちら、友達と秋コスメをプレゼントしちゃったらどうなるでーす。はい、ということでね、お互いにちょっと、コスメショップによってね、いろいろ秋コスメを買いました、うん、でも、はい、お互いまだ何を買ったのかはね分かってない。そうだからちょっとドキドキなんですけど、はい、ちょっとプレゼンしちゃって渡すみたいな感じでね、渡すので、まあ、普段とは違うコスメとか使ったりとか、うんうんうん、なんか人からさ似合うよって思われるようなコスメっていうか、なんだろう、相手がねこれ似合うだろうなって妄想しながら買ったコスメたち、楽しいよね、楽しい。ということでね、ちょっと私たちもドキドキしながら進めていきたいと思いますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴーそろそろ、はい、じゃあまずは私からあやみちゃんにあげる方のコスメを3点紹介していきます。はい、見とって、絶対見る、見せて、見ちゃんと見せて。はい、じゃあまず1点目はですね、じゃじゃーん、こちらアイラブメイクアップミニチョコレートのハイライターピーチ&グローというフェイスカラーを購入しました。かわいいパッケージからして、これね、もうすでにかわいいでしょう、うん、まず開けたらね、こんな感じでもうすでにビジュアルがかわいいんですけど、中がね、やばくてですね、こんな感じでね、ピーチの、カラーのハイライトとチークが入ってます。これね、色味がめっちゃかわいいし、ラメ感がすごくて、このグラデーションになってる感じとかもすごい使いやすいなと思いました。かわいい、やばくない、うん、なんかパール感もすごいきめ細かいよね。そうハイライトで使えそう、なんかもう、そうなんかもうキラキラーってなりそうやね。そうで、なんかチークはあやみちゃんなんかこっち系の色めっちゃ似合いそうやなと思って、あんま使わない、うん、自分じゃ、なんかほっぺたパーンとしそうなカラーがねすごい似合いそうやなと思って、桃になるかもしれない、そう桃になるかなと思って、桃っぽいやん、だからそう絶対似合うのでこれはねあげたいなと思って購入しました、はい、ありがとうございます。じゃあ次はですね、じゃじゃーん、こちらリンメルラスティングフィニッシュのオイルティントリップの004番になります。これカラーがですね、なんとブラウンです。かわいい、絶対かわいい。そうブラウン結構好きやん、うん、でもなんかこういうカラー割れないかなと思って、めっちゃかわいいでしょ、やばくない、こんな感じ、なんかねちょっとヌーディーなブラウンやから、うん、普段結構赤っぽいブラウンが多いやん、多い、だからこういうのもね似合いそうやな、え、ヌーディーっぽいかなと、うん、服装が大人っぽいから似合いそうやん、いけるかな、絶対可愛いと思います、めちゃくちゃ可愛い、なんだチョコみたいね、そう、え、絶対これいいやん、可愛い、自分が欲しいと思って、まあ、気になったのもあるし、うん、なんかいろいろめちゃくちゃテスターしたんよ、うん、そしたらなんかめっちゃツヤ感すごくて、ここすごかったもんね、そう、ここすごかった、もういろいろ試しすぎて店員さんにもうクレンジング渡されたもん、ドキドキする、私ドキドキする、え、これなんかすごいね、なんかツヤツヤ、え、そうそう、乾燥が入っとんやろ、ちょっとほら乾燥してるので、そう最近なんか唇がねめっちゃ皮むけるとか言って乾燥で、だからそれもいいや、どう、かわいい、あ、いい、いい、え、よくない、テクスチャー、寝心地どう、テクスチャーがめっちゃね、うん、しっとりしとって、うん、なんか唇に乗ったらうるうるってなりながら、めっちゃいいやん、ちゃんとでも密着する、うん、てか色めっちゃかわいいよ、ほんとマジでかわいい、普段こういうのあんまつけんやん、うん、え、めっちゃいい、いい、なんかベージュの服が多いからさ、絶対服装に合うと思う、うん、すごい、かわいい、色味が、え、めっちゃかわいい、これありがとう、なんかさ、見た感じなんかもうちょっとヌーディーな感じっていうのかな、うん、かと思ったけど、意外と口にのせてみると唇の赤みがまあ残ってるっていうのもあるけど、なんかいい感じにさ、ナチュラルじゃん、ちょうどいいね、つけやすいよね、うん、この見た感じだと多分私似合うかなとか思う方いると思うけど、のせるとすごい馴染む、そう、意外と顔色がしないよね、うん、しない、え、めっちゃかわいい、いいですね、ありがとう、さよか、最高です。最後にここにね、このリップのここに鏡がついたの、これもさ、リップ直ししやすいからめっちゃいいポイント、最高、え、すごいすごいすごい、ね、いいよね、いい、完璧、何今のピースじゃあ最後3点目ですね、はい、じゃじゃーん、こちらの、あ、間違った、エクセルの、レールポリッシュの NL14 番オーシャンフロントというカラーを購入しました。かわいくない、もう見る、もうかわいい、くすみブルーみたいな、かわいすぎる、なんかめっちゃさ、絶対セルフネイルやん、うん、あやみちゃんセルフ、セルフ、そうで、ちょっとこっち系は絶対服装にも合うし、青あんまりつけてるとこ見るなと思って、うん、持ってない、買いました、かわいい、これ色、てかこのさ、ネイル、エクセルネイルさ、もうカラバリが全部かわいいやん、全部かわいい、持っとる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 、でもかぶってる、かぶってるないあ、よかった、よかった、ない、あんま持ってないから、そう、買わない、これからあんまりかぶるの怖かったし、え、でもかわいい、自分じゃね、多分買うまでの勇気に至らないっていうの、すごい上品、青とかって、いやし、うん、でもちょっとかぶらんやん、かぶらん、そう、めちゃくちゃかわいい、
可愛い。もうつけたいつけたいつけたい、そうそう、つけてほしいと思ってぜひ。ありがとうございます。嬉しい、これからの季節にぴったり。そう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 、ね、ぜひ使ってくださいな。ありがとうございます。ということで、私からのあやみちゃんへのコスメプレゼントは以上になります。ありがとうございます。大切に使います。もうやばい。でもさ、やっぱ趣味がちょっと似てるよね。そう、似てるね、結局やっぱり。そう、大体これ可愛くないとか言ったらもう、思ってたみたいな。なるよね。なる。そう、外れんね。ね、はい、よかった。よかった。じゃあ私も、はい、楽しみですね。はい、開けまーす。開けまーす。まず、私も3点。まず、1点目、こちらです。じゃん。何それ？クリオ。そう、クリオ。クリオのプリズムエアブラッシャー01番のなんとかピンクでございまーす。イェーイ。可愛い。めっちゃ可愛くない？もう見た目もやばい。高見えじゃない？すっごい。可愛い。で、クリオは本当にラメ感がもう全て綺麗じゃん。アイシャドウとかも全部。で、もう絶対これ可愛いと思って、なんかヒナ。なんかさ、ツヤツヤ系好きやん、うん、だけどちょっとこれをね、うん、やばっ、 ってみました。え、ちょっとやばいよ、こんな感じ。わかるかな。え、なんかピンクのそうチーク、ピンクのチークなんやけど、ツヤ感が出るような、なんていうと光沢があると、うん、めっちゃラメ感って言うのかな。ちょっとつけていい、きめ細か、うん、こう出してみていい。あー、全く映らんわ。あ、映らん。あ、ちょっと映るけど、やっぱあ、でもしっかりさ、なんかぼんやりちょうどよく発色されと、そう、しかもね、ラメがこうラメ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 って目立つんじゃなくて、わ、うん、かる、こうえ、なんかほんまに自然なツヤ感みたいな感じ。そうそうそう、なんか自然にツヤを出してくれるような感じのやつ、うん、めっちゃ可愛い。え、しかもさ、なみなみのこのさ、うん、片押しされてる感じもすごい、うん、これがめっちゃ可愛い。なんかこれもさ、さっきと色味似たよね。ほんと色味かぶったなって思ったんやけど、うん、確かに。でもなんかこれもなんかコーラルっぽいような、うん、ピンク、うん、だよね。これ多分ね、うん、ヌーディーだから結構使いやすいと思う、これからね。全然こういうの持ってないし。あ、持ってない。え、なんか割とオレンジとかコーラルっぽいから、ヌーディーあんまり持ってないけど、かわいい。いいよね、これ絶対似合うよ。え、使いやすそう。え、これ使ってみてください。ありがとうございます。プリズムエア。次こちら、え、これリップでございます。はい、ロレアルパリです。そうです、ロレアルパリの、ルージュシグネチャー116番。おお、はい、ルージュシグネチャー1個持ってる。あ、持ってる。あ、でもかぶらん、多分カラー違うわ、それ116、うん、怖い怖い怖い。そういうところ怖い。どうするから持っとったとか。私が持ってるのはオレンジブラウン。あ、めっちゃかわいい、うん、もうやばいよこれ。ほら、もうこのチーンってなった。大好き。ほら、この色味やばくないですか。ブラウン、ブラウン、え、めっちゃブラウン、これ、え、めっちゃ好き。それ秋絶対ヒナ似合うよ。え、マジかわいい。もうやばい、これは。そうです、すっごい良くて。な感じ、わかるかな。このさ、ルージュ自体めっちゃいいよね。え、すごくない？色、手の甲に出しちゃおう。ごめん、ありがとう。全然ちょっと手の甲にこのまま出しちゃいます。かわいい、めっちゃこんな感じ。チョコレートっぽいような。本当にチョコレートよね。うん、すっごい可愛くない？うん、いい。塗りやすいよ、これも。これもヒナつけます。かわいい。じゃあつけます。あ、かわいい。え、やば、めっちゃかわいい。色づきやば。はい、こんな感じになりました。めっちゃかわいくない？めっちゃかわいい。やば。なんかね、これも、うん、なんか赤みが少ない、もうがっつりブラウンやね、なんか。うん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 、うん、だからちょっとヌーディーな感じも入ってるけど、うんうんうん、え、かわいい。なんか色がおしゃれな、うん、大人っぽい。いいね、いいね、これ。え、落ち着きのある女性みたいな、うん、絶対使える、うん、これで落ち着いたように見せな。これで落ち着いたように見せな。本当に塗りやすいし、マットなんかな、これは。セミマットみたいな感じじゃない？セミマット、ちょっと乾燥する？うん、そうや。あ、よかった。そうそうそう、いいね、これは。いいです、かわいい、かわいいです。ありがとうございます。はい、最後こちらです。じゃん、これがね、エチセのシャドウライナー RD1番、はい、というものでございます。めっちゃ、何それ、シャドウライナーってことか。アイシャドウとアイライナーってこと？なんかどっちにも使えるみたいな。で、赤っぽいような、ピンクっぽいような、なんかほんと秋に使えるような色と思う、へー、これは。で、ね、使いやすそう。そう、こういう感じで意外とね、太めなの、ほら。めっちゃいいやん、かわいい。こうやって繰り出し式で色が最高にかわいい。そう、こんな感じ。あ、いいね。え、めっちゃかわいくない？これ、うん、ほら、あ、やば、発色良さそう。そんな感じ、かわいい。え、かわいくない？しかもね、結構今乗せて思ったけど、ちょっとしっとりしてて、ラメがほら、ほんまや、ツヤ感たっぷり。なんかね、ほんとボルドーっぽいよね。うん、どっちかというと。そうやね、ボルドーっぽい。うん、最高でね、ほら、指でぼかせる。あ、かわいい、ほんまや。あ、それでシャドウとしても使えるってことか。そう、え、てかほんまにラメ感たっぷりよ。うん、めっちゃくちゃ綺麗。なんかヒナって、目元オレンジなイメージだから、オレンジかブラウンみたいなイメージだから、こういう赤持ってないかなと思って。持ってない。でさ、アイシャドウだったら持ってるかもしれんけど、アイライナーを持ってないかもしれない。
だけどこっちはね一石二鳥ってかどっちも使えるけど赤のアイライナーずっと欲しかったんです。あ、本当？しかもそれシャドウとしても使える。そうそうそう、ほらこんな感じよもう。え、いいね、めっちゃ可愛い。シャドウ版って感じやね、うん、今可愛い。今シャドウ伸ばした。え、いいいい。しかも色味もめっちゃ可愛いこれ、うん、グラデーション作りやすいよね絶対、うん、本当にそうやと思う、ね、ありがとうございます。使ってください、いいね。もういくの？めっちゃいい。はいはい、よかった。私のプレゼントは以上でございます。ありがとうございます。はい、ということでね、うん、今回はこんな感じで全ての、はい、全ての商品を全てのプレゼントし合いました。はいでもね、やっぱ趣味2等ね。2等なんか結局とにかくさ、あげたもんももらったもんも可愛すぎやし、自分で買いそうなっていうか、うん、自分で ね、いいなって思ってそうなやつっていう。でもなんか趣味は一緒やけど普段は目につかんもんをさ、うん、プレゼントし合えるから楽しいよね。自分じゃ買うまでに至らないみたいなね。そう、それを挑戦できるからめっちゃいいと思ったので、うん、ぜひね皆さんも近くの友達とね、そう試合のも多分楽しいと思います。はい、はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。プレゼントいいねとかね、コスメ全部可愛いねって思ってくれた方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローお願いいたします。あとね、あの佐藤あやめちゃんの方でもコラボ動画が出ておりますので、ぜひね見に行って、ぜひチャンネル登録とか、グッドボタンとか高評価、はい、コメントとかぜひお願いいたします。お願いします。はい、ということで今日の動画も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。